吉村長作吉村長作から1928年11月22日は明治から大正時代の大日本帝国海軍技師土木技術者日本各地の水道敷設の功労者旧姓は西尾西尾直彦の次男として大阪に生まれ1868年11月吉村武史絵門の絶景を再興する1885年後部 大学校土木工学科を卒業後、同校所教授を経て、長崎県技師となり、長崎市水、同工市長として、日本初の上水道専用ダムである本川地工、部長水池の建設を率いた。1891年大阪市技師に転じ、翌年、同志水道付設副工事長となり、大阪市水道の建設に従事。1895年これを完成させる。 ついで臨時広島軍用水道工事長を経て、1896年、神戸市水道工事長に転じ、佐藤東二郎などを指導して、日本初の重力式、コンクリートダムである布引き五本松ダムを1899年に完成させた。同年、海軍技師に転じ、翌年、佐世保陳府建設部建築課長。1911年臨時海軍建築部公務官。 1920年10月1日に海軍建築本部長に発令され、1923年3月31日に退官した。1915年工学博士、退官後、近景観志向となった。海軍陳述府の工事及び文字、小倉、福岡、佐世保、長野など、各市の水道拡張工事に顧問として尽力した。ありがとうございます。